アイテム番号 SCP-437JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-437JP はサイト8123内の低危険性物体保管ユニットの耐震構造を施した収容ロッカーに保管します。 SCP-437JP はシーツをかぶせ、表面が後ろ向きになるように保管してください。説明。 SCP-437JP は幅 70cm、 縦 180cm、 外枠はプラスチックで作成され、裏面はベニヤ板で補正された壁掛け型の姿見です。 SCP-437JP が異常性を持つのは表面のみで、それ以外の部品は特異性を有していません。 SCP-437JP は表面に人間の全身が投影した対象以下、SCP-437JP、A、に、進行性の精神異常を発症させます。SCP-437JP の範囲は表面の向き半径180度、距離30メートルに限定されており、範囲内にいる SCP-437JP、A は SCP-437JP に自身が投影していることに認知していない状況や、足や指先等の一部分が投影した場合でも無意識のうちにオブジェクトの正面1メートル内に接近し、全身を投影します。SCP-437JP の表面に布や遮蔽物を設置した場合、オブジェクトの異常性を受けることはありません。初期症状では頭髪を整える、襟を正す等の一般的な行動をとった後に、オブジェクトから離れることが可能です。しかし SCP-437JP、A がどのような精神状態や危機的状況であっても同様の行動をとることが確認されており、B クラス職員を用いた実験では、銃口を向けた緊迫した状態でも襟を正し、アンフェタミン等の興奮剤を過剰投与させた場合でも、頭髪を丁寧に整える動作を見せました。投影時間が32時間を経過する頃に SCP-437JP、A は中期症状を迎えます。SCP-437JP、A は SCP-437JP の前に居座り、長時間かけ身だしなみを整えるようになります。特筆すべきは、一度完成した化粧や髪型を些細な出来事で、化粧が崩れた、髪型がまとまらない、などの理由を述べ最初からやり直すことです。自然、SCP-437JP、A の投影時間が増加し、精神状態が末期状態まで進行します。SCP-437JP、A は自主的に SCP-437JP から離れることはありませんが、オブジェクトの前から離れるように強く命令されれば一時的にその場から退くことが確認されています。SCP-437JP を SCP-437JP、A から完全に撤去した場合、食事や休憩を一切取ることなく、オブジェクトを捜索し続けます。投影時間が43時間経過する頃に SCP-437JP、A は末期症状を迎え、異常行動を開始します。SCP-437JP、A の主な異常行動は自身の皮膚を、衣服のように認識するようになり、全身を清潔な状態にした後、除毛を開始します。次に、自身の皮膚にナイフやハサミといった鋭利な道具を用いて自傷行為を開始します。自傷行為の最中の SCP-437JP、A は、正常な苦痛と反応を見せますが、美しくなるために、痛みを伴うのは当たり前。我慢なくて美は成り立たない。等といった言葉を自身に言い聞かせ、行動を中止することはありません。SCP-437JP、A により剥がされた皮膚は、衣服や装飾品を作成するために使用します。服を作成した SCP-437JP、A は、自作の服を身につけ SCP-437JP の前に立ち、死亡するまで様々なポージングを開始します。SCP-437JP 作成リスト。作成物、詳細。
マフラー、長さ15センチメートル程度。頸部から鎖骨部位の皮膚で作成。シャツ、V カットされた襟コートタートルネックのシャツ。血液によるイラスト付き。パーカー、頭部及び顔面全体の皮膚を使用したファー付きフード。ファーは毛髪を使用。ブラウス、襟とボタン穴付きの服。ボタンは爪を使用。スカート、膝丈の長さのタイトスカート。ズボン、ベルト穴、ポケット付き。ファスナーの凹凸は歯で再現。網タイツ、下腹部から足の裏に至る皮膚で作成。靴下、5本指と指なしのタイプ。長さは7分丈と1分丈。くるぶし程度の長さ。着物、鎖骨から膝の皮膚を用いて作成。たもと及び帯は未完成。ドレス、ワンピース型のドレス。毛髪によるレース等の装飾付き。手袋、8分丈のロング手袋。爪の部位は切除。指の末端は補修されている。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。